自分自身のことを息子にあんまりこう話しする機会っていうかないし、あったとしても多分話さないと思うし、息子にはあんまり心配かけたくないと、できるだけね。健康への対策、どんなことをしていますか？ダンスぐらいかな。体力がなくなったの。体力はなくなったね。あ、ジム通ってるって言ってたもんね。うん、年取ると筋力衰えるからね、筋トレはいいかもしれない。そうそう、至って健康。え、至って健康。それ分かってる、はい、多分そうだろうなと。最近自分の体で痛みや気になるところはありますか？関節の痛みと認知症認知症を気になってたんだ。気持ちの疲れっていうか、あの充実感っていうか、なんか知らなくなってるよね。まあでもまだ70前やから、今人生70過ぎだよね。え何あ、そっか。子供に見せたくない姿ありますか？やっぱり年老いた姿、情けない姿は見せたくない。元気な姿はいつでも見てほしいけど、うん、やっぱそうなっちゃったら、いくら子供でもあんまり見てほしくはないだろうね。それ 親としたらやっぱり当然じゃないかなと思うけど。じゃあ俺から質問、うん、今一人で母さん暮らしてて、うん、はい、寂しいと思う時はありますか？うん、ありますね、やっぱり、うん、どうしていきたいとかある？どちらか片方が亡くなった時どうするかと、世話かけたくないという気持ちがすごくある。先のことをやっぱり今元気なうちにこう先考えておくという、これ大事なこと違うかなという、うん、そうね、そう思う。年取ってから相談しても遅いと思うのね。だからもっと計画的にどうしたらいいかっていうのをやっぱりじっくりと相談したいと思うけど、忙しいっていうのを理由にして、うん、まあ、ちょっと逃げてる部分もあるかもしれないね。一番理想なのはずっとね、まあ元気なのはいいやろうし、どこまでそういう姿を維持できるかっていう挑戦なんですよ、うん、挑戦。言いたいこと言い合ってるようで、でも実は聞いてない話もあったんだなって今すごい、うん、そう感じる部分でもあり、今までは考えたくないからでなんか逃げてきたけど、なんか逃げちゃいけないのかなって。ビュービューって言って、そういう感じに見えないので、今のところ。そうなった時にどうしようというか、親って健康で元気な人たちっていうイメージしかなかったから、面食らったというか、ああそう思ってるんだっていうのは気づけたっていうのは良かったとか、すごい収穫だったなというのは思いますね。これをこう書くときも、うん、いろんなことを思い出してきて涙出てきた自分も、まあ、初めて知った部分もあるし、お父さんもそんなこと思ったことなかったけど、やっぱり年かなそこは、うん、そうかもしれないね、うん。